どうも、東北キリタンです。あ、魔法の板。前回得した技だね。いきなりスタートしてるけど、ここはステージ5の難しかったところ。確か、魔法の板で飛んだんだっけ。うん、攻略情報を見ちゃったところ。ふむふむ。自力で攻略したくてリベンジした。もう遅いけど一応ね。そっか、戻りは落ちてる。ぐぬぬ。あはは。というわけで、謎解きアクションゲーム、トライン。今回はステージ7。結構進んできたね。うん、行ってみよう。おお、大きな雲とか言ってるけど。ふむ。ここは、見捨てられた地下牢というステージ名で。地下か、機械がいろいろあるね。装置動かす感じかな。ま、とりあえず進んでいく。うん。まずは壊せそうな板、アネゴの部屋で壊せるので。これじゃねえよ。一人突っ込み。あはは。いろいろできるようになったのはいいけど、操作ミスっちゃう。そうか。行けそうな場所いろいろで、迷うな。せやな、とりあえず防御のある。うん、ただ下級が厄介だな。この高さだと、ジャンプしても避けられないね。だね、なのでこれで。おお、防いでる。お、というわけで。うん。左側にあるポーション、早速取り逃がしてるので。あらら、めっちゃダメージ受けてる。く、さっきは、下級をガードしただけで満足して、左側を忘れてた。そうか。さらに、足元にもあったね。お、ていうか騎士死んでる。下級ダメージで騎士が死んで。お、おう。キャラチェンジしたことで、ポーションに気づいた。動画編集してると気づくけど、やってる時は気づかないね。そうか。というわけで続き。おう、板で下級塞いだのはいいけど。この高さは、ジャンプでは届かんな。結局箱がいるな。ふむ。あ、板がずれちゃった。あらら。あ、どの道ここからじゃ届かないね。ちょっと箱を動かして。落ちそう。いや、下に板あるのか。うん、あとは2つ重ねて。オッケー。おう、あとは下かな。箱があるな。ふむ。壊さないと取れないのです。というか骸骨か。危険な。おっと、火やもったいない。外してるしな。ごめん、手も余裕。どやー。はいはい。箱、一応持っていくかな。攻略で使うのかな。わざわざ置いてあるからね。使う。はじ。そうだね。うん、でも別にないか。そっか。段差を超える足場に。普通に届くんかい。なんでやせ関西弁でツッコミやねん。うち関西人やで。おい、アイデンティティ。おっと。あはは。特に何もない時は、アカネいじりで暇つぶし。おい。あ、違う。今のは心の声だから。ちょっと本音出ちゃっただけだから。余計立ち悪いね。ま、そんな感じで進んでいきますよ。聞けや。あ、あはは。とりあえず骸骨処理。濃厚やな。うぬぬ、ちゃんと弓引かないとダメか。距離が違うんだね。うん、というか耐久力高いの。防具をつけてる感じなのかな。うん、そうかも。単純に当たってへんのやなくて。いや、明らかに耐久高い。確かに、今のでや、4つ当たったね。やっと死んだ。や、6回でようやく、雑魚敵も強くなってくるか。だね、厳しい。また出てくるし。あ、盾持ちもいるね。鎧着た上に、盾持ちとか来ないだろうね。そのうち来そうやな。厳しいな。ま、挟み撃ちにされないなら、なんとかなるけど。おう、あ、レベルアップ。うん、ただしばらく出てくるのでカットしまして。はーい。騎士の攻撃力を上げた方がいいかもだけど、ここはやっぱりアネゴかな。キャ3本か、かなり強くなるな。うん、それはいいけど、アネゴが死んだら積んじゃうな。ああ、確かに。まあいいか、死なないように頑張る。そうだね。3本、これならさっきの骸骨も2回で倒せるか。うん、全部当たればだけど。ふむ。上にポーション、の前に骸骨。お、早速か。む、ギフチタイプは、ギャ3個では倒せないか。いや、1本外れてた。そっか。でも当たりやすくなったかも。そうだね、オッケー。上にポーションあるので運ぶ。ふむふむ。よし。うん、上に何かあるのかな。かなり広いね。うん、あ、ポーションあったな。だね。ジャンプで行けなくもないけど、慎重に足場を作って、と。ふむ。アクション下手で悪かったな。何も言うてへんわ。それはごめんなさいね。ならなんでキレてんねん。なんとなくだよ。わけわからんわ。そんな感じでポーション回収。どんな感じやねん。あ、あはは。おっと、こっちじゃないな。基本的には、右に進むんだね。うん。足場が、タイミングを見て。オッケー。いい感じだね。うん。また下級。これ地味に難しい。タイミングよく行けば A だけちゃうの。そうなんだけど。いや、ちょっと待って。どうした？上に何個ある。うん。でも行くしかないか。うわ、
何か降ってきた。渡月期鉄球。なるほど。床のボタンで落ちてくる仕掛けね。火球もあるし、足花。騎士で吹き飛ばすか。開いた。縦で押しながら、痛すぎる。どうにもならんな。強引に行ってもいいけど死にそうだ。ここはじいさんで移動させるか。向こうに、もう一つ転がってくるし。これ結構厄介だね。だねえ、マナはなんとか大丈夫か。いけそうだね。あ、ポーション落ちた。あらら。急ぎたいけど慎重に。よし行こう。あ、水だね。ポーションあった。オッケー。おう。それじゃ水上に。あれ？天井があるね。こっちかな。ここも行けない。やばい。空間はあるけど塞がってるな。やばい。一旦呼吸に戻る。おう。危ない危ない。右側から回り込むのかな。かな。進んでみる。また水中か。視界悪くて探しにくいのに。そうだね。息大丈夫か。キャラ変更すればどうにか。おう、呼吸も別々なんだね。そして水上に出たけど。骸骨待ち構えてる。水中からじゃ攻撃できないし、強引に行くしかないか。特攻は騎士やな。そのためのキャラだしね。そう、っていうか落ちてる。騎士沈んじゃう。オッケー。行けたね。なんかレバーがあるの。ふむふむ。あ、なんか動いてる。さっき塞いでたやつか。だね、これで上に、で上がってきた。これに乗って登っていくのかな。そういう感じね。オッケー。機械仕掛け。何かありそうだね。まだ登ってる。ふむ。あ、ちょっと危険だね。やばい。あ、死んじゃった。まずいな。まだ上に行かないといけないっぽいのに。もう間に合わんな。あ、でも戻ってきた。この辺りが一番上かな。そうかも。このくらいならどうにか行けそう。そうだね。アメゴがいれば余裕だけど、ここは板で。お、ギリギリ足りないか。じゃあ、箱を置いてからかな。ふむふむ。箱出して。ここからならどうにか。上にチェックポイントあるな。おう、アメゴさん復活できるね。だね。オッケー。あ、でも骸骨が。まずいな。アメゴいないのに。早速ピンチやな。しかも火球が痛い。騎士でなんとか。あ、空振り、火球ダメージ、板壊す。しかも落ちてるし、最悪のコンボ。どんないだよ。あ、騎士まで死んでる。本格的にやばい。大ピンチやな。どうする。あ、でもいける。お、オッケー。あ、チェックポイントで復活だね。あとはこっちのものだね。おう、一撃やな。強い。至近距離なら3発とも当たるしね。なるほどな。さて、あとは右上に行く感じだね。上にも何かあるな。あれは掴まれるやつだね。お、オッケー。ん、なんか鎖付きの鉄球が降ってきた感じね。つむ。骸骨いるけど矢は通らない。騎士でも切れない。鉄の鎖やからな。ま、じいさんで動かして移動かな。お、熱っ。炎は通っちゃうんだね。やば、とりあえず行くしかない。あ、行けない。というか死にそう。うわ、ギリギリやな。まずいな。どこ行くねん。あ、チェックポイントで回復。オッケー。危なかった。というわけでリベンジじゃい。おう、やだ無理やろ。あ、でも一本通った。ほんとだ。でも向こうで止まってる。これは無理か。そりゃな。どうするかな。あ、そうか。じいさん、こういう時は箱で行けるんだった。ああ、なるほど。2体とも同時に。うまくやればじいさんも強いな。そうだね。ま、箱出すのに時間かかるから戦闘員にはしないけど。それもそうだね。あ、これじゃな。死んじゃった。鉄球に挟まれて、これはひどい。しかもほぼ自殺だからね。せやな。強引に行っても死ぬので。そんなところに箱？さっきみたいに鉄球に挟まれないように。ふむ。箱に乗せて、勢いがつかないようにして。押したら時間かかるか。何をしようとしてるかわからんけど。まずは鉄球を動かして。お、そして移動。オッケー。ああ、箱でこっちに来ないようにしたんやな。そういうこと。こっちには、ちょうど箱があるので。いい感じだね。ノーミスクリア。いや、バレてるから。さてと、上に何かありそうだけど。ふむふむ。まあ、登っていける感じでもないか。屋根あるしな。だね。ただ、大きな鉄の何かがあるから、何かはありそうだけど。そうだね。とりあえず箱で登ってみるか。便利やね。だね。
いた。何？何があったんだろ。あ、よく見ると鉄球があるね。そうなんだ、暗くて見えないね。こんな罠が。ふむ、とりあえず上には行けんな。だね、何もないはずないんだけど。あ、奥にポーションあった。おう。ここから上行ける感じかな。どうだろうね。このでかいのは下に落としたりできないから、こっちから行けるはず。ふむふむ。とりあえず箱で。うん。オッケー、行けた。おう。それじゃ続き。骸骨が来てるから処理して。お、一発？いや、落ちただけだね。どうせ登ってくるから落ち続ける。そうか。てこないのかよ。あらら。来るのかよ。あはは、今度こそ倒したね。耐久力高くてめんどい。ええやん、どうせカットするし。まあね、どや。いや、褒めてへん。あはは。ま、とりあえずチェックポイント。結構進んできたかな。だね、どのくらいでゴールかわからないけど。そうだね、あ、ポーション。うん、ただ下級は。屋根にトゲもあるし、ジャンプでかわせへんな。だね、なので、箱をなんとか置いて、狭いからか、置きにくいけど。お、止まったかな。オッケー。おう。あとは、下かな。上にもなんかあった気もするけど。ま、一応下からね。はいよ。あ、レバーだ。こっちは、仕掛けを動かす感じね。ふむ、こっちからで合ってたか。どや、はいはい。おっと、骸骨出てきた。しかも挟み撃ち。バレーメ回避。おう、いいね。そしてノーダメージで撃破。矢三本の効果も強い。だね、ただまあ、うん、しばらく骸骨出るから。はいはい、カットね。というかダメージ受けてる。うん。というわけで討伐完了。上に行くね。はーい。おっと、こういう感じの足場ね。難しそう。ま、わかってれば余裕。おう。まずは骸骨処理して。オッケー。で、上のやつにロープかな。お。で、あとは進むだけだね。はいはい。順調だね。うん、ただ。さっきのこれ、ずっと回ってるね。ってわけで。あ、登っていけるんだ。ポーション回収変化。うん、こういうの怖いね。機械やからな。で、なんでアップにしたん？アカネへのサービス。は、よかったね、お姉ちゃん。いやいや、なんでやねん。サービス終了。残念、なんでやねん。ま、そんな感じでポーション回収しますよ。はーい。奥にもあるかな。あった。二つ、順調。おう。というわけで続き。ふむ、あ、板でポーションへの道を。うん。この魔法も便利やな。だね、ただ、邪魔になったら騎士で壊さないとだけど。あ、騎士はそのために、これのために存在って言いやすぎる。ま、謎解き要員としては役に立たないからね。片付け役として活躍できるね。そういうこと、で、実は。え、今のは？今のが雲かな。マジか、うわぁ。虫とか無理だけど、雲は特に無理。そうだね、あれに殺されるのは最悪やな。うん、嫌すぎる。ま、とりあえず上かな。ふむふむ。あ、この足場か。しかも連続してる。いけるか。あ、でもいい感じ。ちょ、嘘。残念やったな。リベンジじゃい。お。ダメ。く、というか死にそう。チェックポイントで回復して、と。一旦箱でガードして、あ、ここにさせる。ほう。オッケー。これで一つ目の下級は受けずに済む。なるほど。というわけで、行こうか。おう。最初のはまぐれだったようで、失敗しまくる。あらら。お、今度こそ。あ、下級痛いね。というか雲に攻撃されてたっぽい。あ、ほんとだ。雲の糸で動き止められてたのか。そうみたい。くそ。頑張れ、キリタン。うん。あ、いけた。糸攻撃受けてたけど見てたな。こんにゃろ。倒した、けど上にも。うわ、気持ち悪。オッケーかな。うわ、死体が。お、おう。ま、とりあえずオッケー。あ、レバーかな。うん、下のドア開けるやつだったんだね。なるほど。でも、まだ上にもありそうやな。だね、調べてみる。あ、ポーションだね。なるほど。左にもあるけど。あ、それはさっき取ったやつだね。ああ、あれか、あれ。でも、さっきのは2回目の回収だから、1回目の今の時点ではまだ。そうか。ほい。そりゃ、ちょ、あらら、なんでやねん、おかしいレンガな。その喋りの方がおかしいわ。あはは、足場のタイミングがバラバラなんだね。そうみたい。なので、箱とか使って登る。おう。タイミングを見て、
いた。あ、空落ちるわ。あ、でもなんかいける。お、オッケー。やったね。という感じで、長くなるので、今回はここまでとします。ふむ、お疲れ様。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。また見に来てくださいね。